でも戦争なんか負けるって全然思わない、うん、勝つもんだと思ってた。ところがね、もう末期の頃だね、B29 はね飛んでくんだよ、あのピカ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 って、先生が逃げろって言って逃げろって、まあね、逃げたもんだけどな。まああれなんで日本の飛行機飛ばないのかと思ってたね、もう子供の頃に。まあそんなことだったかな、僕らが中学校行かなきゃいけないからね、で中学行かなきゃいけないからもう返されないんだって自分の家へ。で自分の家で自分の町内を守るっていうんだ男は。で竹槍を持って、うちはわらぶきだったんだよ。で今の保土ヶ谷球場、あれがね、高射砲陣地だったんだよね、すごい高射砲陣地だったの。これがねダーンと撃つわけで、ほんとね夜空にねビニール飛んでんだよ、こうピカピカ光って、この辺でパッと消えちゃうんだよ、パッと届かない高射砲が。ほんで今度は戦闘機が飛んでいくんだよ、やってるやってるって言うとね、もうそばまで行かずにパッと火がついてパーッ、みんなパーッと怒っちゃう。彼らは成層圏にいるんだから、日本のねもうダメだねあれでは。まあ、それでも戦争負けるなんて思ってなかったんだよ。でところがね爆弾落とされんから、町内が要するに破片で亡くなる人もいたし、であの B29 が飛んできた時には星川1丁目まで綺麗に燃えたんで、でそこに道路が1本あったから2丁目はまだ燃えなかったんだよね。燃えてる燃えてるって言うんだね、もうあっという間に火の海だったね。でやっとしてみて翌日かな、数日経ってみると、あの横浜港まで見ちゃった、何にもない高いビルだけ見えるだけで、ダーッともう山登ったら全部見えちゃったね。すげえなと。もうあの時ねまだ戦争負けたと思ってないよ、あれが戦争かと思ってた。怖かったね。あのね、こういうことだったんだな。そうだ。警戒警報とか言うんだよ。ね、町内会長さんとかみんなが、ほんとね、あの伝統のこう伝統がね、裸でいてて、そこに黒い服をちゃんと用意したんで、それをパッと下ろすんで、ほんと暗くなるんだろ。ほんと空襲警報とそれもバッと消えるんで。もうそれぞれね、もう警戒警報の時にね、リュックサックに全部自分たちが、位牌だとか、持てるもんだけ子供を持つんで、ほんで、防空壕に逃げるわけで、まあそんな生活したかな。